森先生のお父様がこれは非常にロシアとの関係のソ連時代からですね一生懸命値上げで町長してやられたと、はい、地元の石川県の町長、はい、でもその辺の話は直接本人が聞くのが一番いいと思うんです、はい、ロシアとの関係それからプーチンさんとの関係私の親父がよく言ってたことは僕はどっちかというと思想的に右ですから、はい、それも嫌だし中国も嫌だと思ってましたからね、うん、だけど私の父親がよく言ってたのはねロシアの民族でとても面白い、うん、で豊かだし人間性とてもいいって言うんですよ。でなんであの国はおかしいのかなと考えると、うん、結局共産主義だと、うん、これがこの呪縛が解けたらあの国は良くなるし、うん、ものすごく世界でも非常にいい立場になるはずだって、うん、これは私の親父がいつも言ってた。まあ 一町の町長だったけど、うん、当時はそういう民間外交みたいなことを地方でもやってたし、うんはい、新潟もやって富山も石川県もやってたまたま日ソ協会の会長っていうのになってやってただけのことなんだけど、それが、まあ、今石川県はそうですね金沢市とイルクーツク私の生まれた町今市になりましたけどここと知れほふ、うん、あるいはブラーツクと七尾とかですアンガルスクと小松とか随分姉妹都市を結んでて、はい、その行き来してるのも40年近く、うん、僕は国会議員になる前から、うん、子供たちも行き来してる、うん、もう1000人超えてますよ。でそういうことで非常にロシアの人たちは喜んで、私の親父が死んだ時に全員墓を作ったから骨をくれと言ってきたんですよ、うん、そのロシア側の方でイルクーツクのところにね、それがロシアのイルクーツク、うん、はい、それからプーチンはお前が一番喜ぶだろうイルクーツクでやるとって言ったんですよ、先ほどの話です。しかしですね、はい、それについて耳に調してきたのはロシア人なんですよ、うん、ロシアの哲学研究所のカナムルザっていう哲学博士、うん、これ改革派の有力な人なんですね、うん、その人が鈴木宗男さんのところを訪ねてきたんです、うん、その時にその写真を持ってきたんですね、うん、それで実は値上がり町長だった森さんのお父さんのお墓っていうのはこんな立派なお墓があると、うん、それで信頼を醸成するためにはイルクーツクでの会見なんていうのもいいですよっていうことを一言ささやいてくれたんですよ、うん、外交は水面下でそういったことがないとなかなか動かない、うん、それで鈴木さんがその写真を森総理に渡したわけですね、うん、そしたら森さんはブルネの先ほど言ったサミットでプーチンに見せるんですよ、うん、そしたらプーチンがくれって言って持ってっちゃうんですよ、うん、写真を、はい、うん、だからロシアで撮った写真がぐるーっと回ってロシアに戻っちゃうんだけどもプーチンはそれを持って外務省にこの場所でちゃんと行くからオーガナイズしろと。なるほど。そこで森プーチン会談をやれと。 それから私が聞いた話では外務省だいぶ叱ったらしいんです、うん、なぜこんな重要な情報をお前たちはちゃんと収集して上に上げてこないんだと、うん、一国の、まあ、要するに外国の総理大臣のお父様のお墓がなんと我が国にあるんじゃないかということだったんですね。私は森さんに聞いて初めて知ったと、うん、ほらここに写真もあると、うん、お前らはちゃんと調べてるのかと、うん、短時間しかない会談なんだと、うん、きちんとして準備してるのかと、それでね、うん、こういうことなんですよ。この間あの外務大臣来たでしょ、はい、ロシアの外務大臣、うん、はい、そしたら一番先に私が会った時は、はい、あの時は外部に前原、あの時現場君だったかな、現場さんと前原さんと私しか会わなかったんだけど、はい、その時私に一番先に会った時、いや今度イルクーツクのあの公園は森重木公園っていう名前になってよかったね、僕も知らなかったの。これ私が日本の外務省何やってるのかって話ですよ、うん、逆ですよね、うん、だからそこに公園があるんですよ、うん、僕ら行ったら泊まるホテル、その前に公園なんか工事してた、その公園の名前を私の父親の名前つけてる、だから それはそういうことを外務大臣が私に言うぐらいですから、うん、だから初めて僕はサンクトペテルブルクでお会いをした時に、うん、彼は一番先に私にこうやってね、うん、はい、身を寄せて、はい、あなたのお父さんは渋谷に抑留されていたのかって聞けたの、うん、これプーチンさんが言ったんですか、うん、はい、いや全く違うと、うん、その近くまでボタン港という満州にいたけれども、うん、あのままいたらおそらく、うん、あっちだったろうと、うん、しかしいよいよ日本の戦線9を告げて、うん、そこからトラクトへ移ったと、転戦をしたと、うん、だから助かったと、うん、はっきり言えばという話もしたら、彼はそれにすごくホッとしてな顔してましたよ。やっぱそれプーチンさんからするとこの吉郎の吉のお父さんがシベリア抑留ってことは、それ自分の国のことについては、これがポイントなの、うん、
シベリア抑留と北方領土問題って一緒なんですよ。